はい、これから、肩入りでの足車を説明します。お願いします。まずこの、技の特徴は、襟を引き手で襟を持っておきます。そして、同時に、クロスでステップしていきます。まっすぐ前に行くのではなくてクロスですね。そして回転すると同時にこの襟と同じ側の襟を持っていきます。ここが一番の大きな特徴だと思います。山嵐のように親指を内側に入れるのではなくてこのようにして持っていきます。このままだと、相手にですね、畳に手を突かれそうな気がしますが、ここで強力に相手を引っ張っておけば、ほぼ、手を突かれることはありません。そしてクロスから回転するときにですね、足を大きく振り回してしまうと、回転が大きくなってしまうので膝をスッと上げていきます。膝をスッと上げながら相手の膝のちょっと上あたりに当てておきます。払ったり買ったりするようなイメージだと自分のバランスを崩してしまいがちなので、膝を上げてコンパクトに回転した後は差し込んで当てるというようなイメージです。あとはこの両手の持った肩襟を大きく振り切るようにして投げていきます。では一度投げてみます。では逆角度からやっていきます。この技は当然ですね、肩入りなので、標準的な組み方ではありません。なので、ずっとこう持っているようだと、反則の対象になりかねませんので注意をしてください。一番いいのは喧嘩四つの場合に肩入りでも、できると、左右できるということなのでお勧めしますが、ぜひ練習して取り入れてください。